ましょうか。たっぷり休憩取ってきたんでね。まあたっぷりって言っても15分ぐらいだけど。さっき確かあと0マスとかでなんかふざけ切ったことされたんでね。うん。神々なんだけど。で、キングのカウントがあと、俺らからね、なるだけその、高山っていうか、破産仙人の近くから、まあ、離れとうないんですよ。なるだけね、なるだけ離れとうないんです。そうも言ってらんねえんだけどさ。こいつらがめっちゃ縦横無尽に動き回っからよ。もうちょっともたもたやってくんねえかな。うん、同じとこ来んな。もうこうなってくるとマイナス駅とかも全部怖いからな。ただカード駅止まんないと話進まない感あるんだよね。チェーン店カードとエンジェルカード。この2枚が必要だからね。カード駅じゃないと多分話始まんないんだよな。チェーン店とかもうちょっとごそっと出ていいと思うんだけど。全然出ないもん。入ったわ。なんかラッキー。大阪か。あ、まあでもまあ、向き的には高山の方に結局行くわけだから。まあいいのか。オッケーオッケーオッケー。まあまあ悪くはないでしょ。持ち金4兆超えてきたな、ついに。大台突破したからね。4兆か。4兆円あったら何できるんだろう。国一つ持てる？さすがに無理か。レジャーランド1個ぐらいだったら貸し切れそうだけど、全然。貸し切るどころか買収できそうだよね。ディズニー買収できないか？さすがに無理か。4兆じゃ。もっとかかる。いくらかかるんだろう、ディズニー全部買収するのって。今日から運営元が変わりますっつって、あ、そういうことは考えないから大丈夫だよっつってなんかでも気分的に嫌だよね。あら、また金入っちゃったわ。徳川埋蔵金みたいなのってそういえばさ、えぐ、めっちゃ入るやん。あれってどんぐらいの価値あるんだろう。まあ3日ってないんだけどね。みなぶっ飛びを使うタイミングが意外とないな。まあ少なプラス駅の中でもゴミな方を引いた気がするんだけどいや、お前もか。コンピューターが金を持つことの恐怖はもうカードを買われるっていうことだけだからな、正直。それ以外何も怖くねえからな。うん、だから言ったよね、俺。カード買うなって俺言ったよね。あ、ミナブッドに売るんだ。そうなんだね。お前どうせどっかでキングオンリー食らって借金なのになんで特製で売ったの。無理なんだよ、お前が今から、お前が今から資産を増やすってのはもう無理なんだよ。もうそれ止まったらよくないね。ねえねえねえ、チェーン店カードくれよ。もう止まったらよくね。ダメなんそれじゃね。もういいやんそれで、もうカウント戻そうぜ。10にしろよ、ハサン。ハサンが悪いんじゃないけど。出た、桃一郎。お前一回もそういえばサムネになってねえな。ああ、一回ぐらいサムネになるか、お前。なんもなければお前がサムネだよ、じゃ誰だよっていう、うん、お前も誰っていうサムネにしてやるよ。牛丼屋のおっちゃんと同じで。誰って書いてやるわ。3だけは嫌って俺思ったのに。なんで同じプラス駅で一月しか違うのに5倍違うんだ、こんなの。てか今更だけど、この時ってプラスの駅なんだよね。プラス駅じゃなくて。プラスの駅なんですよね。それは V までかな？バッティングからプラス駅になったかな？確か。あんま覚えてないけど。もう最新の桃鉄なんて色マスとかほとんど止まんないからな、ほんと。カード駅とナイスカード駅ぐらいしか止まんないもんね。プラス駅にわざわざ止まるってことしないもんな。すられるから。2010以降だっけ？プラス駅すり来るようになったの。だから2010あたりからなんか桃鉄、何今までの常識ぶち壊すぜ感が出てきたよね。なんだろうね、20周年からアイディアもらったのかな。桃鉄20周年はほんとよくできてたと思うけどね。まあちょっと歴史ヒーローがぶっ壊し始めた時期でもあるから、なんとも言えないけど。おぞっしょこ。よっしゃ。やったー。これ白馬とかもあれかな、増資してたら、なんだっけ、あのイベント、オリンピックの時にめっちゃ金もらえてたとかあんのかな？増資影響あんのかね？まあ、どうでもいいんだけどね。もう終わったことだしね。あれ、ゲーム中1回だよな、多分。知らんけど。ゲーム中1回だと思うんだよな。
オリンピックとかなんかそんなイベントはさすがにそうだよね。わかんないけどね。まあ、違ったらごめんなさい。いや全然1ゲーム中に 2,3 回起こることありますよっていう人がいるなら、じゃあ多分それはそうなんだろう。俺はごめん、詳しくないそこまで。データダイヤモンドカード、まあいらないんだけどね、もうね。まあ、80億円ぐらいになるカードだから、ただの80億円カードだから実質。そういうのであれば DS とかに100億円カードっていうね、もう使ったら問答無用で100億円もらえるみたいなカードありますから、それ以下だ。わーい、嬉しいな。ヤシャ姫のパンツ鍵取りてえわ。つかこのオレンジカードめっちゃ持つね。もうなんでこんな狙ってない時止まれるのよ。いらんって。チェーン店来てよ、チェーン店。チェーン店カードが全然来ないじゃないか。アマノジャックカードとか使ってくれよ。暇だろ、どうせおめえは。おめえら暇なんだから使っとけ。わ、特急カード買ってる。やだー。コンピューターなんかカード持つなよ。おめえの席ねえからや。おめえの席ねえから。俺の席もねえから。なんだそれ。てれてってれー。よし、行きましょう。よっこらせ。どっこい。え3パー。じゃあ、あげよう。あ、てか、レンチャンじゃん。鬼レンチャンや、鬼レンチャン。やったー !2 レンチャン。ブロックかよ。ハロプンって暇だったらどっかで使おうかな。金沢ずっとなんかでも高山あたりに居座らせてくれるね。シーラカンスな、3パー維持。現状維持でした。あんな目押しできるか、できへん、できへん。目押しなんかできへん。あ、来る？来ちゃうんじゃないの？フロイラインなんじゃないの？フロイラインよしこですわ。誰だよ。まあ、望みで十中八九入れるだろうから、まあ、冷静に対処しよう。よし。だ、金がつくのはごめんなんで、お前がその、何？高山を通り過ぎてから行こうかな。てれってーん。てれってーん。あと5だから、まあ、まだ5だからね、言うてね。まだ大丈夫。本当にやばくなってくるのは3より後。3より後だから、まだ大丈夫。48年目ぐらいのあのやばさに比べたら全然よ、もう。63年目の動画データ消したら本当に俺はもう何やってんだろう、もう。まあまああれ心に来てるわ。もう、邪魔！終わったりやって。長えよ。なんもできね。もうお前がそこ止まってもいいんだぜ、全然。あ、阿弥陀くじ。阿弥陀くじ、阿弥陀くじ。よ、これみんなにお金をあげなくちゃならないんだ、で、あのパーシー。これ佐久間当ててくるんじゃないの？あ、ちゃんとそんな忖度しないんだね。ちゃんとお前もやられるんだね。安でも。2億円取られたところでな。クソ雑魚悪業になってるわ。4。まだ大丈夫かな。一応ね。もう次で望み打っていいな。まあ、キング最低でも2手動くから、次もまあ一応動くからね。この間に誰かが金沢入るのが一番ある意味まずいのかな。まあ、ブロックあるから牛歩は大丈夫。お前の動きはマジでわかんない。ちょっと離れて望み打つか。4。あ、まあ、京都かな、じゃあ。うん、ここから望み打つかな。1でもいいよ、お前が。もう何してんねん。さ、そろそろ止まんないとまずいな。賑やかに行こうぜ。最高だぜ。でもなんか被害がさっきからちっちゃいの、やっぱ被害に村っ気があるのはもう若干しょうがないよね。てか10個振りが強すぎる。10個振りに他の悪行が全然ついてきてないよね。
年数を乗算してるっていうのがやっぱでかいんだろうな。 72×72 みたいな感じでさ、2回かけるから想像以上に数字がでかくなるんだよね。だから要はだって3年目でそれやったら 3×3 で9だけどさ、100年目にやったら 100×100 で1万ってことでしょ。うんだ、伸び幅がすごいよね、10個振りは。いて、さ、そろそろ止まろう。望みカード使って。まあ無理だったら次のターンにスペシャルだな。上から回るってのが嫌なんだけどね。お？どういう動きですか？それは。これでいけなかったら地獄だぞ。うわ、ちっちゃえ。2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 じゃん。マジ？やだなぁ。なんもうまくいかねえなぁ。まあここだったらじゃあ次これできるなっていうところが全部いけねえ。最低なレベルだなぁ、これ、ほんとに。せめて名古屋行きたかったわ、それだったら。1,2,3,4,5,6 だし、こいつ見つけられないしで。名古屋も行かしてくんないじゃん。じゃあいいよ、もう名古屋じゃないけど、これ行こう。ここだったら6だから大丈夫。なんで俺がマイナス駅止まんないといけないんだよ。おめえがやるよ、マジで。今1だったんだからおめえが行けよ、バーカ。いじめ見てみぬふりするのと一緒やぞ、お前のやってることは。誠意を出せよ、お前は、ほんまに。もう、しょうがないな。まあ、ぶっちゃけギーが出て困んの俺だけだもんね、確かにね。俺以外困んないもんね。お前らお金もカードも物件もないから困んないもんね。こいつらが弱いせいじゃん。あと2。まだ大丈夫。まだ大丈夫。まだ大丈夫。ん、最後の望みカードマジで大事にしよう。ほんとに。マジで最後の望みカードだわ。はぁ、疲れるわ。よし、オッケー。で、もうスペシャルで6でしょ。ね、1、2、3、4、うん、6だね。はい、オッケー。もう、やっとだよ、もう。いけだ、いけだ、いけだ。まあ、タッカーって言うんだろ？うん、はい、はい。悪いね。はい、オッケー。うん、大丈夫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 。はぁ、まあ、なんとかなんとかな。うん、オッケー、オッケー、オッケー。まあ、一旦これでオッケーだな。なんとか。これをあと20年やるわけか、まだ。はぁ、しんどいわ。うん、まあ、言うてなんとかなるでしょ。知らんけど、多分。うん。なるといいな。なんなかったらもう知らん。なんなかったらもう知らん。マジで知らん。し、オッケー、頑張ろう。鹿児島だったね、行ってきて。また鹿児島っつうか。もうみんな近づいたらみなぶっ飛びでよくね。てか結構動くな、おい。どんどんみんな借金になってけん。楽しそうだね。借金オンパレードだ。なんか、まあ。なんか、まあ、だんだん慣れてはきたけど。だんだん慣れてはきたけど、やっぱり、その、破産千人のとこ止まんの毎回奇跡に近いからね、これ。いやーでも、望みとスペシャル両方使っちゃったなぁ。まあまあ、望みは一枚残ってるとはいえ、とはいえ、とはいえだなぁ。お前らの借金やばいね。もう、二人マイナス600億だもんね。何があったのって言いたいけど、10個振り1回食らっただけだもんね、実質ね。一手だもんね、あれ。一手で放ってるもんね。食らいたくはないな、やっぱ。